なんか早速入っていただいてる、ね、嬉しい。ありがとうございます。ありがたかっこ、ありがとうございます。あ、そういえばバッグのバッグ今日入ったんですかね、自由が丘バッグ。ん？バッグに納品に来ますよってお電話ありましたよ。あ、じゃあ入ったんじゃない？あれ？あのドライスーツの、はいはい、はい、え、1号店には来てないけど、あ、先に先上げ分。そうなんだ、ね、じゃあ楽しいね、すごいね、喜んでたよ、クマ猫飼うんだとか言ってたらしい。あー、猫好きですもんね、うん、猫好きですもんねってすごい知ったような感じで言ってるけど、そうそう、やっぱ猫も犬も好きなの。あ、どっちもいいんですか、うん、もう始めたら何も間を持たせる意味がなくない？そうか、はい、はい、こんにちは、こんにちは、今日もライブご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日はマスクが届いたので、うん、今日マスク、はい、昨日のご案内していたマスクを、ご紹介したいと思います、うんうんうん、そうです、もうすっかりファッションさん、はい、スーパーダンディ。今日なんか行き交う人が妙に私を、うん、行き交う人がみんな俺のことをさ注目して、わあ素敵って感じで見てた。あ、まるで、まるで、あれ、あの人芸能人かしら、うん、みたいな感じで、そんな感じ、そんな視線をもう集めまくり、二度見されてて振り返る男もいた女じゃない、振り返る男がいた。やっぱり俺ちょっとそっちの方が今日は強かったのかなフェロモン2のフェロモン、そう、男性に対しての男フェロモンが結構ビンビンに出てたかもしれないなんか一人だけはね、うん、二度見されたよ。あ、よかった。あのジーナさんがファッションさん派でってすごい2号店で言ってました。おかしいよ、みんなだってで派手だったら俺のこと見ないよ。行き違う人結構見てたよ。やっぱあれって何者かしら、うん、みたいな感じで。星のやコーヒーってもなんか女の子たちがチラッチラッて、やっぱり美しいものを見る感じ。やっぱあれかな、キラキラが半端ないからかな、うん、かな、どこいてもかなりキラキラしますもんね、うん、あとやっぱこの感じでキラキラだから似合ってますよ。あら、ほんと、はい、ところでさ、さっき言ったんだけど、昨日と同じ白いシャツじゃないよ。え、誰も聞いてないけど、あ、そう聞いてないか、なんか同じ、昨日と同じ服じゃないよっていうアピール、うん、同じ白いシャツだけど違う白いシャツでみたいな。そこら辺か、おしゃれはそこら辺からで。編み地も全く一緒だけど、同じ白いシャツ3枚持ってる。あ、同じ白いシャツ3枚持ってる。白いシャツ全体では7枚も同じもん持ってるの。おしゃれでしょ。日々着替えてる。気分をほら移し替えていくっつうの。それと一緒、マスクにはもう昨日から気分が入りまくりだもん。入りまくってますよね。乗ってますね。乗っちゃってんのよ。でもこのマスク、夜帰って洗ったら朝にはちゃんと乾いてたので普通に、うん、もうなんならほんと1枚で毎日いけるぐらい、うん、同じく。今日は残酷なシーンをね、エヴァンゲリオンみたいに見せるらしいですよ。討ち死にする姿を皆さんにお見せしたいらしいですよ、もっこが。こいつ性格悪いんですよ。いや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 、ちょっと待って言いながらもう冒頭から俺を打ちのめしちゃう。大丈夫、はい、はい、どうぞ、はい、まずマスク、こちら、ですね、昨日ご案内していたんですけれども、マスク欲しいですね、嬉しい、うん、メーカーさんで、スワロフスキとかそういったものをお洋服のに装飾をするメーカーさんが、マスクを始められて、でそれがですね、本当にいいスワロフスキーを確かな技術でつけているので、もうキラキラも半端ないし、あとそうそう取れないっておっしゃってました。うん、昨日からそうだけど、本当にぴったり綺麗、めっちゃ綺麗だよね、めっちゃ綺麗。こんなファッション本当に昨日今日振り返られまくり、ちょっとこっちで振り返られまくりですどんな意味があるか分かりません。振り返られまくり、このね、うん、もうやっぱ輝きが全然違うんですよね、うん、もうさ、残酷な
悪魔の手で行っちゃう悪魔そう悪魔の手じゃないんですはいあなたの悪魔まずマスクご紹介します。ですねこちら白にスワロフスキーがついたタイプと、パッションさんが今やっている黒にスワロフスキーがついたタイプと、黒に黒のスワロフスキーがついたタイプ、やっぱキラキラしますねと、私がやっている入れたんだよね今日ね、昨日、はい、これも入れました。そう、このピンクベージュのマスクで、パール半分パールがついているタイプになります。こんな感じですね。そしてこの紐の部分はこう自分で長さを調節できるタイプになっております。で、素材なんですけれども、こちらのスワロフスキーがついたタイプは、外側がポリエステル100で、内側が綿 100% になります。で、このベージュのタイプが、外側が綿 55% にポリエステル 45% のポロシャツなどに使われるカノコのニットになります。内側は綿 100% です。そしてここの紐部分はナイロンを使ってます。ポリエステルだと結構かゆくなったりする方が多いみたいで、ナイロンを使ってます。つけた感じはすごいサラッとしてますね。で、布のマスクとかに割とあるその内側がこう毛羽立ってきて鼻とかが痒くなる感じ、ああいうのが意外と全然ないです。すごくつけ心地がいいですね、うん、で でですね、サイズが2サイズあります。はい、そう、内側面 100% でいいんですよね。内側が、はい、そうです。こうなって。とにかくね、全くこういうのに関心示さないファッションさん、これ絶品と思った。そう、うちマスクを去年のあの不織布マスク以来基本やる予定なくって、メーカーさんも結構やってるんですけど、割とちょっとスルーというか、そう、興味ない。まあちょっと。うん、他でお求めいただければみたいな感じで考えてたんですけど、昨日ファッションさんが思いがけずつけたら似合っちゃったもんだから入れることになったって。だって昨日今日行き交う人はみんな俺を注目してくもんなんでだなんでだ素敵だからに決まってます。でしょ、そうでしょ、はい、あ、久々に感じたわ、みんなの熱い視線を。熱い視線、うわ、パックになっちゃったなんせ今日なんか男の人すれ違いだもん、またチラ見されちゃったもん熱い視線を感じたからねあ、見てるでも男の人も普通にできますね、うん、きっと憧れだねこれね、はい、で、サイズが2サイズあります、はい、まず、このサイズとそのパッションさんがしているサイズ、はい、こちらが M サイズになります。で、お店の入荷は M サイズのみです。M サイズがほとんどだっていうことなので。で、受注でオーダーで S サイズがオーダーできます。 S サイズがこちらの大きさになって、全体に1センチぐらい小さくなります。そして使用前、使用後という感じでじゃあちょっとこれが M サイズになりまして、はい、美人度がアップしちゃうのよ。そうなんですよ、うん、ライズアップの使用前150キロがライズアップ使用後48キロになったみたいな、そのぐらい変化がありますねもうしょうがない、残酷な悪魔のテーゼ見せてしまいお見せせてしまいほらこんな違うんですけど
綺麗でしょ。こんな感じになります。もうモックの横にはいかないわよこれが S サイズつけたところになります。すんごい綺麗でしょこれ。すごい綺麗ですよね。ね、なんかね、あの遠目に見て、うん、なんかね綺麗に見えるいやいや綺麗自分が綺麗に見える。そう、今だってモッコちゃん鏡見た、昨日パッションさんがずっと見入ってた理由が分かったっつって、自分も見入ってました今3分ほど。パッションさんがすっごい鏡見てなんかニヤってしてたんですよね、うん、なんかそれがわかります、うん、それ美しい、なんかこう涼しげな目元っていうんですかね。そうそうそうね、うん、美しいよ。いや、ね、今日は褒めちゃう。そのぐらい顔映えする。そうそうそう映える映える。インスタなマスクです。インスタな顔です。そうなんですね。なんか2人並ぶと良さがまた違って見えるけどね、うん、怖いわこっちが。でも異常に似合ってます。俺はね、はい、だって今日は半端なかったの視線が。あ、ちょっと黒黒つけたらどうですか、はい、黒黒ね。ちょっと待ってね、どれどれ。あ、黒黒はなんか普通でつまんないかも。やっぱ綺麗ですよね、この光り方が全然違うんですよ、うん、あ、黒黒よりはこっちがいいね。やっぱ普通になりますね、うん、なんか普通ですよね。近づいてください。ほら、うん、やっぱファッションさんはキラキラがあった方が、うん、オイラはこっちでんな、ね、ほら、まあ、でも映えるまあでも一応持っておけばはい、うん、そんなわけで黒黒はこれです。なんかテンション落ちてる、うんうん、こっちがやっぱりテンション上がる ね。なんでだろう、テンション落ちてる、うん、なんか普通これで普通って思い始める自分も怖いけどね。でもなんせ普通だねこれね、うん、どうせだったら皆さんこちらをおすすめしたい、うん、おすすめです、ね、はい、もう変えちゃう。あ、もう変えちゃう、うん、もう変えたい。こっちの方がテンション、ね、はい、キラキラしてますよね、うん、そんな感じです。こちらが、もう一度言います。 S サイズと M サイズで4000円と消費税なので4400円になります。あ、主人とペアで欲しいっていいよね。あ、すごいいいと思います、うん、絶対いいですね、うん、2人でキラキラしてて欲しい、うん、なんかこうちょっと楽しいじゃないですか、うん、なんかね、うん、で男性がしても全然いい大きさと形なのでおすすめです、うん、なんせパッションに収まるぐらいですから、うん、世の中のほとんどの男性に収まりますね、うん、横とかちょっと見せてください、はい、このぐらいまで来ますので、あ、で、すいません、ね、おめえが言ってもいいんだろう、ここぐらいまで来ますのでサイズ問題ないかと思いますね。本当にいいですね、こんな感じですね、付け替えてみたら白、じゃあ白、はい、でもさ、はい、もっこちゃんも黒がいいねそれやっぱキラキラがついてるからだと思いますよ、うん、このキラキラやっぱりポイント、うん、あ、白も綺麗だわ、画面から聞いてますよ、うん、あ、白も綺麗よ、でも黒がいいかな、うん、あえて、あ、でも綺麗、形も綺麗なんね、これね、はい、うん、これが白になります、はい、アップでどうぞ。こちらが白です。こちらが白、良いね、良いですね、うん、私 黒だけだと黒ってあんまりなんですけど、うんうん、やっぱキラキラがついてるので黒ちょっとこう顔が暗く見えたりくすんだり しがちなんですけど、うん、キラキラがついてるから顔がくすんで見えないところがいいなと思います、うん、すごいね、もっこも3つ揃えちゃったパッコも2個揃えちゃったでもテンションの上がりが違うね。一押しは黒にこのなんて言うんだろう、何色っていうのかね、もともとの、うん、クリスタルね、クリスタルだ、そう、黒にクリスタル、うん、おすすめです。一押しです、はい、一押しです。ちゃんと通気性もありますので大丈夫、はい、すごくこうマスク自体の形とかあと機能性とか素材感もすっごくいいので、うん、マスク自体でおすすめです、ね、そう、
キラキラあると黒の威圧感がないですって。あ、そう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 。だよね、なんか殺し屋っぽい感じだもんね。なんかこう、うちのほら女王なんかもね、悪いやつじゃな、ハリウッドの悪いやつに見えるんだけど、きっとキラキラ入ると、あ、華やかなね。うん、今も現役の、うん、女優喜んでると思うけど見てないわその子ですね、うん、はい、なんで、あの、はい、ぜひおすすめです、はい、今日はマスクだけだよね。今日はマスクだけですね、はい、ちなみにモツコートが入荷した。あ、はい、ちょっと着てみたら、一番最後にちらっとですけど、はい、あのモツコートのピンクとブルーが入荷いたしましたのでご連絡です。うん、着てみなくていいの、素晴らしいじゃない。明日着てもいいのさ。でもせっかくだから、まあ最高の出来ですね。今日もこれ出来上がり夕方ね持ってきてもらってディスプレイしてワクワクときめいちゃってるの私。よりキラ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 しちゃったの。これなんかも着ちゃいたいぐらい。もういけちゃうんじゃないですか、ね。いけちゃう、いけちゃう。うん、こちらがブルーになります。はい、もう新宿の発展場に行っちゃおうかしらみたいな、ね。こちらがブルーになります。かっこいいね。ですね。うん。ショッキングピンクも着てみたら。うん、本当に息もしやすいって言い方変だけど、すんなりだよねこれね、うん、すごいしやすい、うん、マスクでこんな感激するなんて思ってもいなかった。普通にいいですよね、うん、なんかこうどこもなんかあーちょっとみたいなのがない、うん、ないね、大体あるんですけどね、うん、でこのコートに関してはモッコが着てもあーちょっとがないナイス、だいたいあるんですけどね、そうそうそう、なんか決まんないとかね、なんかやっぱ沼津の子みたいな感じがするんだけどね朝の市場みたいな新鮮な感じじゃないの、ちょっとそう昼過ぎの市場みたいな、ね、あ、いやいや、そんなことない、そうこれも一緒、モッツコートのブルーとどんな感じで着ても決まるね、これかっこいいです、うん、スーパーおすすめでございます。ございます、はい、はい、こんなところ、こんなところです。で明日は、はい、明日は、うん、8時から、8時半でしょうか、あ、8時半から、うん、困っちゃいますよ、はい、8時半から宮部さんとのライブになります。そう、モッコと女王の、今回はデニム、ちょっと未定です、俺いろいろ入りすぎて、昨日の、あ、そうだけど、はい、基本ボトムをデニムにしようよ。あ、そうですか、うん、そうですかって昨日書いてるし、なっけ、うん、はい、はい、そんな感じです、はい、基本はあのボトムをデニムで上をどう作っていくか、どう見せられるか、どう見てほしいか、かっこよさを極めてみたいと思います、うん、ね、ですね、はい、はい、ハードルを高くしておきます。明日はモッコと女王、ガンガンにやってくださいね、はい、よろしくお願いします。ぜひご覧ください、はい、はい、はい、じゃあ今日はマスクのご紹介でした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ブログのくまさんプッシュお願いします。何卒よろしくお願いしま す。じゃあ今日は終わりです、はい、終わり、はい、早かった、早かったですね。でもねこんなファッション、今日は行き交う人がみんな見とれてましたよ、見とれてたんで、こんな感じで、こんな感じで言いましたよ、こんな感じでこんな感じで言いましたね、はい、はい、切っちゃう、見とれてたのか、なんかさ色物を見る目だったのか。